金色のコルタ、プリモバッソ、エクストラ、ミッション 3B をお買い上げいただき、ありがとうございます。日原和樹役、そしてシルバー役、そして丸役、森田正和です。はい、そしてゴールドマン役、ユノキ役、ユピーでしたっけ、ユピー役、岸尾大輔です。そしてはい、ウラヌス、ウラウラばっかり言わないと、ウェヌス、ウェヌスと、いつものカナヤンです。変身しませんでした、石川です。はい、はい、ということで今回はですね、なんだかいつもと感じの違う黄色のコルダになりました。なんでしょうねこれ。一応 3B キャラユニット企画ということなんですけど、はい、なんでこうなったやろ。ね、このいきさつから始めますか。ことのいきさつはね、たまたまですよね。たまたまだよな。たまたまなんとなくのね、なんか一度なんか打ち合わせみたいなのがあって、はい、3B で何しますかって言われて、もう全く黄色のコルダじゃないくていいですよって言われてそしたらたまたま岸尾がなんか戦隊もの歌ってみたいとかって話を、なんかそんな話したんだよ。本当にチラッといただけですよ。チラッとね、もう戦隊ものやってみたい、もうものの2秒ぐらいの話。そうですよね、はい、ものの2秒がなんかいきなりこれ1時間分のなってますね。かなりねちゃんとした作品、ね、俺はぶっちゃけ歌だけだと思う。いや俺もそう思いました、ね、あみんな思ってたんだ、うん、はい、で内容は結構マジ系なのかなとかと思ってたんだけど、うんうん、そしたら開けてみたらドラマがありました ね。だいたいファータがまた出てくるとは思わなかった、うん、俺もなるほどこういうところにははは、うん、でもね、でもね、はい、なんかこうやって今最後までやってみて、はい、なんか良かったんじゃないかなと思う。本当に思いますよ、うん、マジで思う、うん、今回でもカラヤンは変身せずにコマンダーコマンダーって、ね、コマンダーってなんだろう。総司令官のあれですよ、役なんですよ。コマンダーってなんだろうね。シルバーゴールドシルバーゴールドコマンダー困ったな困ったです、ね、コマンタリブです。本当にでも一応 ね歌の方にも3人の必殺技の名前が入ってますので、ね、感想でね、はいはい、ね、ますね。で、なシルバーホーンだったっけ。シルバーホーン、僕がエレガントゴールド、エレガントゴールド、はい、なんでエレガントそしてカナヤンがアルティメットプラチナウェーブだかっこええ。どんな技なんやろな。すごいですね。まあ、もう俺は多分声で。そうそう。これはでも音でどれだけ表現できたでしょう。皆さん大丈夫かな。まあ、ね、皆さんの想像力にもかかっておりますわな。ね、うん、ね、これすごいですけど。だってこれってこういう企画ってネオロマ初らしいからね。そうですね。戦隊もの、うん、それはそうですよ。ね。何のためのネオロマンスだっちゃうんですね。ね。全然ロマンスじゃないもんね。まあでもね、やっぱりほら戦隊ものの中にもね、はい、結構ロマンスとかあるから、ね、ありますな。まあ、そういうところ感じてもらえたら、うん、無理やりですが。大人だな。しかもあれですよ、1曲目がこの 3B の曲なわけですけど、うん、戦隊ものですけど、初、うん、っ端聞いて驚いた方がたくさんいるんじゃないかと、ねね、これ違う CD 買ったんじゃないかっていう風に思う方がいっぱいいる、ね、俺ハーモニーいっぱいやったよハーモニー、そう、入ってた入ってたでしょ。入ってました、入ってました。ものすごいハーモニーやったよ、うん、もうだって、確かね、俺ね、レコーディング本編が、結構速攻で終わったのね、はいはい、結構速攻で終わって、うんうんうん、その代わりハーモニーがねそれのね3倍ぐらいかかったの、だって何箇所あったのって話だから、なんかちっちゃくね、ちっちゃくね、なんかオペラみたいなのがあったよ、おーおーおーとかで、ね、なんかおー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 とか、あとなんかそういうのがあったから、ね、ものすごい時間があった。あ、でもなんかヒーローっぽいですね、その辺が ね。でしかもその一番最初のナレーションが、あ、ね、もうね、贅沢ですね。クラビスさん。クラビス。これ言ってしまいました。言っちゃっていいじゃないですか。アンジェリーゴのクラビス。田中秀明さんにね、やっていただきましたけれども。ね。まあ、そこ聞いても一瞬みんなコルタじゃないと思うんじゃないかと思うね。ぼかす必要ないから、ね。ぼかす必要、まあ、でもむしろ出してみましょう。モテちゃってるから、ね。ね、こうってことは思ったんだけど、はい、3B企画ってこうやって、はい、なんかね、ほら大々的にさ、はい、ネオロマこの間のね、コルダーオンリーで、ね、はい、ね、やりますぜってユニット組みましたやりますぜとかって言ったからさ、はい、まあこれ今回は 3B 戦隊だったけど、はい、
これなんかまたなんかフリートークとかこういうので言えばなんか叶うんじゃないの？叶いますね。何やりたい、ね、何やりたい。さっきはなんかあの休憩中になんかあの 3匹が切る、はい、3匹が切るみたいな感じで、はい、やりたい。一応ね頭文字は変わらないんで、ね、ちょっと時代劇ものもね、なんかもうこういうねもう本当にアナザーワールドだから何でもありなんじゃないかなと思うんだけど、だ次はあれですよね、敵役もちゃんと、あ、もうだからさ、あのさっきあの秀幸さんって言ったからさ、はいはい、だからもうネオロマ声優さんの中で増していこうよ。そう、それがいいですね。ね、うん、キャスティングを決めといた方がいいんじゃん。どうします？後ろすごいことになってるよ。ね、うわどうしよう。ね、とりあえずまあ悪人でね、あの次だからあれですか、賛美が聞いたとすると時代劇だから悪大官とかですか？あ、悪大官か、悪大官、悪大官に悪ラムとかね。そうですな、あら来ちゃった、あら、あら、いいかもしれない、インフンじゃった。そうそうそう、悪ラム来ました。そうそうそう、時代を超えて時代を超えて作品も超えて、お客さんぜひお待ちしてますので、ね、多分いやーな顔すんだろうな。ずっとムッスーとしながらこうねアフレコしてんじゃないかなと思うんですけど、確かになんだろうこれとは思うでしょうね。だからいろんな人を呼んだらいいんじゃないですか。そうです ね, ね, そうですね。でその他には今回あの各、うん、あの個人の歌が入ったんですけど、ね、これも今までにないテイストでまとめましたけれど、うん、ね、あのだいたいさ、ね、こういうあの、はい、あのコルダーって、はい、まあ、キャラが当然先行してるから、うん、あのキャラのイメージで曲も作ったり詞も書いたりっていう感じだけど、詞、はい、まあ、はまあ、あの、まあ、俺の場合だとカネンだったりするんだけども、はい、でもあの初めてなんかこういう歌が歌いたいっていうのがなんかあの、ね、うん、通りましたね。そう、通ったのが嬉しかった、ね、はい、すごいね、特に貴重レジンには、うん、超嬉しかったです ね, ね。今回何、はい、まだ俺貴重の曲完成版聞いてないんだけど、うん、もう本当にね言っちゃったよ、そこは言っちゃダメなんじゃない？言っちゃったよ。いやもうそれ伝えたいんです僕は。あ、本当、伝えたくてしょうがないです。あ、だって言うの、言うのってことが、もっとピーになってるかもしれない、ね、うん、あれ森田はどうなの？僕はです。言っちゃったよ、ピーワールドだ。俺はね、どっちかというとあの 6P 年代ぐらいのね、あのディスコサウンド、はい、うん、別に P いらんな。まあ、自分の曲だけでまだねお二方のね聴かせてもらってないんで、またねすごい楽しみなの、ね、楽しみですな、ね、だから こういう曲って、え、今歌った中で あれなんか人前で披露できそうな曲無理？とにかく高いんですよキーが。あ、ほんと？今までが低かったからもうとにかく高くして、高くしてって言って、で出来上がってきたら、お、すげえ高えって、これ出るかなーって。ほんと、はい、そうだ、ね、俺はラップも入りつつっていう。ああ、ラップが大変でしたね。あ、刻むのが大変でしたけど、俺はね、はい、もうね、あの振り付けまで考えてます。おお、本当に、もうもし人前で歌うとしたらね、はい、多分ね女子のダンサーを2人従えてね、あ、来た、ちょっとね、あのパラパラ的な感じの、あ、うん、あ、パラパラ、パラパラっていうかね、あのスタンドマイクを置いてパラパラ的な感じで、ね、もうね、会場をねディスコにしたいね。もうミラーボール回りので、そうそう、ミラーボールはもう光栄さんお願いしますみたいな感じね。でっかいやつね、でっかいやつね、足引っ込み、でっかいよちょっと ね、うん、すごいですね。じゃあこれはぜひで3人とも横浜で、横浜でね、ぜひ歌いたいということでございます、ね、その前に来てもらわなきゃね。あ、そうですね、あの、そうですね、ファンの皆さんにね、来ないかな。いや来てよみたいな。ね、はい、まあでもね、またこういうなんか面白い企画もできればいいなというふうに思いますけれども、ね、うん、じゃあどれが何のきっかけになるか分かんないからね。ね、ね、とにかくどんどん言っておけばいいんじゃないかなと。言っておけばいいんじゃない、うん、じゃあ次は3匹明日にはもう3匹切るの企画書立ってる、ね、もう回ってるんだ ね頭の中で。あ、メモってる人もいるしね。あ、素晴らしい、すぐですよ、ね、どうも、居合の猪木です。どうたぬきの金沢です。俺何でしたっけ。え、何でもいいんじゃない。忍者かなんかです。やりだ、やりだ、やりだ、そうそう、はい、はい、ということで、最後になりましたが、ファンの皆様に一言ずつお願いいたします。散々言ったような気がするんだけどな。いいですか。じゃあもうこれからもね、はい、どんな企画が待ってるか分かりませんけど、どういうふうに、はい、ねじ曲がっていくか分かりませんけども、ね、聞かないでぜひついてきてほしいですね、うん、ですね、とにかくね、コロナとはちょっと一線を画したところでやってるっていうのだけ分かってもらえたらなと思いますので、うん、はい、そうですね、ね、はい、温かいお耳で聞いてください。本当に温かいところでお願いします、ね、お願いします。はい、ということでですね、またこの CD 何度も何度も聞いてですね、楽しんでいただきたいなというふうに思います。ということで、日原和樹役、森田正和と
猪木あずま役岸尾大輔と、はい、金谷役の石川でした。皆さんまたいつかね、はい、お会いしたいと思います。はい、さよなら。さよなら。